ボンジュール。皆さんこんにちは。タスミタゲーライター、アケガラスミヤサラサです。この番組では旅とキャンプで文化やサブカルチャーについて熱く語り合う、ありそうでなかった、すごく意識高い系だと思う新感覚アウトドア風癒しチャンネルです。さあさあ、ただいま登録者1000人を目指しておりまして、ぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。さて、今回は国民的アニメゆるキャンシーズン2が始まる前に出そうな場所を予測して泊まろうキャンプです。伊豆の下田で金目鯛をたっぷり使った下田バーガーをむさぼり食ってまいりました。今回は大洗の聖地巡礼に行ったバイカーの皆さんも一緒です。諸事情からバイクではなく車で分乗していきました。ではでは、伊豆の旅スタートです。もう動画撮影。はい、はい、いやもう、はい、じゃあこれで合流今回して編集したものちょうど見たから、うん、ご時世なんで、あの対策だけをしっかりしていきましょう、うん、ということで、はい、伊豆天城生産農家こだわりの一品、泣かせるぜ。なんだかな。そう、わさびが。わさびおろしですね。結構値段しますね。おろしがね、売ってます。マジっすか。いつものやつ安いです。そう、傷物。ありがとうございます。傷物ちょっと買おうかな。わさびのポテトチップスと、傷物わさびと、わさびの花、おひたしにするといいそうなので、買いました。みかんも買いました。さあ、みんなは、皆さんはどこ行ってたんですか。あのね、揺れてるんですよ、車が。ちょうどいいじゃないですか。さて、ゆるキャンファンにはおなじみの河津桜です。日本一早咲きの桜だそうで、桜祭りというものが開催され、道路が大渋滞になるっていう場面がゆるキャンにもありました。今年はコロナ禍のため桜祭りが開催されていないようで、渋滞には巻き込まれずに済みました。多分この辺りをゆるキャンでも走っていたんじゃないかなと思います。あいにく天気が悪いのが残念ですね。ちなみに季節は2月ぐらいかと思います。山梨でキャンプをしたらしんどいので、冬場のキャンプは静岡に来るのが山梨県民&ゆるキャンあるあるだったりしました。お笑い終わらせないと、まさか次のキャンプのまで間に合わないと思わなかった。しょうがない、仕事しながらやってんだよ、うん、ね、で電子書籍も作ってたから、電子書籍がなかったら間に合ってた。あ、そうなんだ、うん、これが音がかかってると使えねえんだ。なんかいいじゃん、ゆるキャン音楽で。著作権が、あ、なるほどね。そうそう、さすがに出るのか。そうそう、さあ、下田の魚市場にやってまいりました。ここでみんな大好き漁師飯を食うか、ゆるキャンで金目鯛バーガーと言われていた下田バーガーを食べるかで悩みましたが、やはり下田バーガーを食べることになりました。しかしゆるキャンのなでしこは山梨の南部町からここまで車の中で寝ていた設定なので、すげえ寝てるなぁと思いました。我々は渋滞に巻き込まれなかったものの、それでもめっさ遠かったですね。下田バーガーを食べる前に JA の直売所でお買い物です。先ほどはみかんを買いましたが、こちらではポンカンが名物みたいなのでポンカンも買いました。こんだけ鬼の首でも取ったみたいに並んでいるとつい買いたくなります。これは旅の知恵ですが、一泊ぐらいの旅行なら道の駅や JA があったら農産物を買うようにしてます。スーパーより量がたくさんで美味しいですからね。料理長は今夜のメニュー無水カレーにポンカンを入れるみたいでした。柚子も売っていました。まあこちらは特に買わなかったです。それからビールですね、ぐへへへ。静岡は地ビールが多くて本当に美味しいですね。
何にするか悩んでますね。私は大手メーカーのビールより地ビールや海外ビールの方が好きなので慎重に検討しています。晩酌は重要ですからね。でも結局札幌の静岡ビールと地ビールを1本ずつ買いました。さてこちらの建物の中にあるカフェラーマルさんで下田バーガーをいただくことができます。1000円となかなかいいお値段しますが、金目鯛が丸々入っているのならむしろお買い得かもしれません。ゆるキャンでは店内で食べていました。今回はコロナ対策のため店の外のベンチでむさぼり食いましたよ。お嬢様キャラのえなちゃんにもう思い残すことがないよと言わしめた下田バーガー、どんな味がするんでしょうね。なおオカルト的な理由で牛肉食べないマンの私は普段ハンバーガーを食べることはほぼないので、久々にバーガーをむさぼり食いました。とにかくでかいのと金目だけでなくソースもちゃんとしていて美味しかったですね。ここに来たら多分毎回食べてしまうお味なのではないでしょうか。おっさんが食べているところを映してもキモいだけなのでカメラは下田バーガーに寄せています。ところで漁港近くにすごく大きな廃墟があって撮影してまいりました。看板には下田温泉と書いてありましたから調べてみましたら下田富士屋ホテルの跡みたいでした。有名な心霊スポットみたいで、私は廃墟マニアではございませんが心霊スポットならがぜん興味が湧きましたね。でも心霊スポットはやはり入るよりも遠くから眺めた方がインスタ映えするとも思いました。次はこちらもゆるキャンにそれらしきスーパーとして出てきているマックスバリューさんですね。全国どこにでもあるから食材の買い出しでキャンパーは大助かりであります。晩飯のおでんの具に静岡名物の黒はんぺんを買いました。イメージした味と違っていた記憶がありますね。ここまでご覧の皆さんならお気づきかと思いますが、今回やけにナレーションが多いのは音声が取れてなかったからであります。撮影を始めて意外と音声が入ってないってトラブルが多いんですよね。マイクのコードが緩く刺さっていると取れていません。後半は面倒くさくなってマイクを刺さなかったがために音声が取れていますのでご安心ください。あ、ここでは無水カレーの具を選んでいるところですね。燻製用にベーコン買います。いい、それじゃいいかですかね。海もう山に入るよ。おい、山に入るよ。山に入ったよ。海はどこ。あ、トンネルを抜けたらきっと海だね。そんな雪国じゃないか。あ、でも海だ。いい感じの釣りするにはいい感じそうな。釣りしてえな。これ多分朝日でも夕日が出れば向こう側に行けば綺麗かもね。キャンプ場はなんと我ら一組しかいなかったので完全に貸し切りでした。これはいいですね。自然が近くなかなか過ごしやすいキャンプ場でした。何気に薪になる枝があちこちに落ちていたのも薪ストーブを持つ者にはありがたかったですね。しかも先生の庭がね、硬くてね入んなかったぞ、本当に入んなかったね。硬かったよ、硬かった、マジ硬かった。子供の頃なんか土遊びしてても硬かったもん。そこまで硬いかと思う。雪が多いんだよね。ああ、多分、ね、結構ぶつかったからね。外でやればいいんじゃない？
入れる必要ないよね。明らかに、明らかに山梨より寒いってことないっすよ。入れてそこにみんな集まったら暑いだよ絶対。サウナ、サウナ、サウナ、ほんとサウナ我慢大会になっちゃうよ。だからそこら辺で大抵集まるみたいな形がいいんじゃないですかね。こっちの方が設営も多分楽だと思いますね。いろいろ考えよう。かくして野外に薪ストーブを置き、暖かな伊豆での冬キャンが始まりました。ここから料理長が腕を振るって無水カレーを作り上げる長い夜となるのですが、それはまた次回のお話です。ちなみに冷え性の私はこんだけ暖かくしていても風邪をひいたりしました。それでも外で薪ストーブは最高にあったかで買ってよかったですよ。ま、つうわけで、また見てね。バイバイ。私、明けガラスミヤスサラサは、Amazon の Kindle にて電子書籍を販売しております。おとぎ亭七波と禁じられた話。イラストは漫画家イラストレーターのカシ先生。定価99円、 Kindle Unlimited なら0円です。詳細は概要欄から Amazon で明けガラス宮と検索するだけでも OK。 電子書籍は今後も続々と出版予定です。ご視聴いただきありがとうございました。低評価高評価チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。また見てねー。